吉岡敏方は日本の実業家、新日本海新聞社代表取締役者主、徳島県出身。中央大学法学部を卒業後、国税庁、大阪国税局調査官、新紙服、メーカー F1 の鳥取県での製造、販売代理店として1961年に設立された鳥取 F1 の経理部長を経て、同社社長に就任。 不動産事業にも進出した。1976年、会社構成法の適用を申請して休館中だった日本海新聞の経営を引き受け、鳥取県を代表する地方新聞として再建を果たした。さらに2000年には大阪日日新聞を参加に収め、2002年には F1 本社を親会社の三井物産から買収し、着実に 全国進出への足がかりを進めている。日本海新聞、及び大阪日日新聞に不定期ではあるが、日本開発、ザ・論点発特報として、掲載と題した、時事評論コラムを執筆している。元参議院議員、田村幸太郎は、娘婿で、元部下。新日本海新聞社本部、鳥取本社、日本海、ケーブルネットワーク本社が入居する新日本海。 新聞社本社ビル新日本会新聞社中部本社日本会ケーブルネットワーク倉吉放送センターが入居する新日本会新聞中部本社ビル新日本会新聞社大阪本社 F1 本社グッドヒル大阪支社が入居する新日本会新聞大阪本社ビルありがとうございます